オーグローベは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体。リアデアロウサの南岸に位置する、コマルカとサルネスを構成する、自治体の一つ。ガリシア統計局によると2009年の人口は11,250人。男女別では、男性5,549人、女性が5,677人となっている。カスティーリア語による表記は、エルクローブ・エル・グローベ。住民は、 男女同型のグラビンス、またはグラビロ、A、ミーコ、A。ガリシア語話者は自治体人口の96.93%。オグローベはオバオとして知られる地境とつながり、小さな半島になっており、面積は21.89平方キロメートル。オバオ地境の西側はランサーダ海岸、東側はエンセアーダドバオの入り江となっている。 この地境でオグローベは三線所とつながっている。この地境は長さが2トルあり、中央部が幅およそ5 0 0ル北側の最も広いところで幅約1トルとなっており、海やカーと南からの海流によって堆積されたものである。この地境の形成は比較的新しく1632年の地図では島であったオグローベが半島として、 初めて地図に描かれたのは1784年のことである。オグローベの最高地点は、シラデージャ山で167メートル、ついで、今ンダガルダ山の95メートルとなっている。川については、半島の各所に小さな小川があるのみで、市街地にあるラソエーロ川口には、京水道管が付設されている。また、半島部の北側には、淡水池のボデーラ池がある。 オグローベの人口は1万1264人で、市街地と土砂島ト地域の大部分を含むサンマルティーニョ、教区と半島部の西側のサンビセンテ教区に分かれて、暮らしている。住民の多くはサンマルティーニョ教区に居住しており、その数は1万147人、一方サンビセンテ教区の人口はわずか1117人である。2007年の自治体選挙の結果、 自治体市長は、ガリシア社会党の補正案党におかかべロス、リコ、自治体表議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、3、その他、3、各1となっている。オグローベは2つの教区に分けられる。ありがとうございます。